はい、どうも、こんにちは。沖縄おばばでございます。はい、えー、乱入です。はい、パナタン乱入でございます。そして、おケツを向けています。<laughs> ねえ、お尻向けるんだよね、パナタンはね。はーい。えー、皆さんどうも、こんにちは。沖縄おばばでございます。えーとですね、えー、まあ、あいつもね、言って、まあ、あたまに、まあ、こういう動画、なんていうのかな、あげてると思うんですけど、バスの運転手の不足の問題。 これがね、とんでもない方向に行きました。はい、なんとスクールバスの廃止も相次いでいるようです。大変ですね、これ。はい、えー、普通のバスだけではなくて、えー、路線バスですね。路線バスとか観光バスとかではなくてね、スクールバスです。 これの廃止も結構ありますよということですね。なんと10年前に比べてバス、あの、バスの運転手1万人以上減っているそうです。はい。えー、これね、ヤフニュースさんに出てきたんですけど、まあ1、まあ10年前と比べてっていうか、まあ多分ね、えー、大枠でくくってるんですけど、多分こう減ったのは本当ここ、 2年ぐらいだと思いますよ。はい。えー、一応ね、ここ2年でこんなに減っちゃいましたって書けないんで、こういう言い方をしてるんじゃないかなと私は読んでおります。まあそうですよね。まあ、高齢化の上に、あれですから、あれ。はい。で、ボボーンとしちゃって、まあ事故を起こしやすくなったらね、そりゃね、えー、ちょっと、 運転怖いわっって言って言めちゃう,で,しょう、ねはい、でもってスクールバスの運転手も激減していると。でこのスクールバスでね通ってた子たち今は電車と電車とバスをね路線バスを乗り継いでえ学校に通うようになったそうです。 気の毒ですよね。スクールバスあればね、スクールバスが来る時間に行けばね、えー、まあ、バス店まで行けばスクールバスがね、乗せてってくれてっていうことが、普通だったのに。はい。えー、今はいろいろと乗り継がないといけないと。学校に行くためにね。この時間の無駄。はい。結構大変だと思いますよ。この時間の無駄ね。はい。えー、時間の無駄です。はい。 ええー、まあね、これ地方から始まってます、ちなみに。はい。地方から始まってます、スクールバスの廃止。まあね、もういいんじゃないですかね。学校行かなくてもって、私個人的に思うんですけど、えー、家でね、勉強できるだけできてね、まあ学校に行くのってね、だいたい友達に、友達と一緒にね、 何かやったりというのが、まあ学校のまあ楽しさなんですけど、うーんですよね。まあ別にね、友達だったら他でも作れるんで、学校じゃなくてもね。はい。あと自分の趣味ですね。部活動とかが、やっぱりね、えー、学校に行くことのまあ楽しさなんでしょうね。まあ、あ、勉強はね、まあ楽しいとかじゃないですからね。はい。 えー、なんで多分こういうのはね、えー、楽しくて言ってるんだと思うんでまあそこら辺はねもう、えー、考える時期になってきてるのかなとは思いますはいまあ来てますねスクールバスですよスクールバスこういうところにも芝寄せが来ているということですはい えー、どん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 生活は不便な方向に不便な方向にと言っていますね。はいわかりますよね。えー、あっち側のやりたいことは15分ですから15分。はい。えー、15分にねさせるためにねいろいろなね不便なことをね便利だ便利だって言って撒き散らしておいて結果不便になると。はい。わかりますよねこれねこのロジック。 はい皆さん便利ですよデジタル便利ですよって言っておいてね結果デジタルで故障が起きてとんでもなく不便だということが分かったりとかはい、えー、そういうことなんですよね便利だ便利だって言ってねいろいろとね、えー、やるんですけど全部裏目に出て不便になると結果、えー、まあ 裏目に出てっていうかうわ、裏目になることを、出ることを知っててやってるんでしょうけどね。はい。えー、なんて言っても15分ですからね。はい。えー、そういうことを目論でわざとやっているというね、見方の方が私はあ、どっちかっていうと濃厚なんですけどね。はい。知らないはずはないんですよ。はい。 えー、太陽フレアのことも知ってると思いますよ。全部太いおっきな太陽フレアがね、えー、地球にもし届いてしまったらデジタルパーになるっていうことは、あ多分ね、知ってると思うんですよ。何て言っても素人の私でさえ知ってるんですから。はい。えー、まあ、そういうことでね、えー、あちら側はね、えー、コロッと騙される人たちをね、対象にいろんなことをやってきているということですね。 まあね、騙されないように、はい。えー、少数派でいきましょう。はい、えー、少数派はね、身を守りますよということですね。はい、えー。それでは皆さん、こちらの記事もね、貼っておきます。まあ、気の毒ですね、本当に。はい。えー、スクールバスがなくなってしまうのは本当に気の毒だと思います。えー、大変です。もう本当にね、勉強もする時間も少なくなりますし。 えー、部活動とかね、友達と遊ぶ時間もね、少なくなってしまいますからね。えー、それでは、ああ、こちらの記事貼っときますのでね、皆さん読みに行ってください。よろしくお願いいたします。沖縄おばばでした。はい。かわいいですね、おてって。久しぶりにね、パナタのおてってですね。